ロシアの画家、カジミール・マレービチの絵画。1915年にペトログラードで開かれた例10.2で発表された。マレービチの標榜したシュプレマティズムを体現した無対称絵画である。美術史に大きな足跡を残し、美学的な観点にとどまらず、存在論や認識論、神秘主義思想など様々な角度から分析が行われた。 20世紀の初めロシアアバンギャルドとして知られる芸術運動が起こった。市では、マヤコフスキー、演劇ではメールホリドなどの結出した人物たちが、次々と現れ、絵画ではたとた現代では、この運動は、ダダイスムやシュルレアリズム、イタリア未来派などと共に、史的アバンギャルド芸術として扱われている。そしてカジミール・マレービチも、また、 ロシアアバンギャルドを語る上で欠かすことのできない画家の一人である。アバンギャルドが伝統的なスタイルを否定し芸術のあり方そのものを揺るがせる運動だということの象徴であるかのようにリアリズムから印象派へフォービズムやセザンヌ的絵画そしてキュビズムへとマレービチは黒の正方形を発表するまでその作風を目まぐるしく変化させている。最終的に彼がたどり着いたものこそ シュプレマティズムであった。この絵画作品には物が描かれていない。中央の正方形は単に描かれたカンバスの枠が折り返されたものである。マレービーチは自身を無対象を手法とする画家と位置づけているが、これは20世紀の大きな潮流の一つである、抽象だと言える。対象を正確に再現するというリアリズムを捉え直し、手法そのものを露出させる。 芸術意識のもと、マレービチは、ものを描くことをやめた。つまり何かを再現するときに求められる、約束時、4を放棄したのである。シュプレマティズムは、厳密に言えば、ある、ものを抽象しているのですらない。その代わりに、絵画の本質とみなされたものこそ、色彩であり、彼はそれを単なる、対象の彩りではなく、色彩のエネルギーとして、自立させようとしたのである。 黒の正方形は白地のカンバスに描かれた作品であるが、マレービチによればこれはタイになるものではなく一つの色、無色である。彼はこの何色でもない色によって色彩を約束時から解放したのだ。それは世界が約束時やシステムによって細分化され、様々なカテゴリーを通して屈折させられたものとして知覚されることの否定であり。 本来的な生成状態にある世界を捉える感覚を描くことである。砂漠に行き着いたマレービチは、その後赤の正方形や白の正方形を制作するとしばらく絵画から離れ、建築などのデザインに関わるようになる。カジミール・マレービチこの作品は単なるコンセプトにとどまらない、実際にカンバスに描かれた作品である。中央部には大きなひび割れがあり、 それは他の箇所にも参見される。また白地の部分は黒い正方形が完成した後に塗り重ねられたものと考えられている。X 線などを用いた1990年の調査ではこの絵には真相があることが明らかになった。黒の正方形の下には多彩な絵の具が塗り込められていることが分かったのだ。大石雅彦は黒の正方形がグリッドだけでなく、 奥行きや深層意識のレベルからも考察されなければならないとしている。ペトログラードのドビチンで開かれた例10点で本作が設置された箇所は特別なものだった。黒の正方形が掲げられたのは家々で遺コンが置かれる聖なる隅にあたる場所だったのである。これは2枚の壁が合わさる。 墨の天井間近であり、ロシアにおいては明らかに象徴的な意味を持たされている。6. マレービチ自身もしばしば人員製造を前提にしながら黒の正方形をイコンに比し、さらにそれを超えようとしていた。しばしば逆遠近法のような理論によって語られるように、マレービチにとってイコン画は単なる偶像やイメージではなく、まさに無対象絵画なのであった。 白のカンバスの上の白の正方形。2007年にはロシアの美術館で黒の正方形をモチーフとした作品の特別展が開催された。参加した芸術家は100人を超え、作品数は350点にまでなった。絵画だけでなく、写真やインスタレーションなど様々な分野でこのマレービチの作品は変装されている。日本では北園活恵が 黒の正方形にインスピレーションを得た詩を創作している。この詩は、視覚的な具体詩の例としてポルトガル語に翻訳された。他にもエルミタージュ美術館やロシア美術館も含め、現在ロシアには4枚の黒の正方形がある。大石正彦は、この展覧会のキーな名称は、絵画のレードを超えた10人の芸術家たちのことだという説を紹介している。 OECP379 ロマン主義が主と音楽、リアリズムが三分と絵画を主導的な共通原理にしていると考える場合、ロシアアバンギャルドのそれは絵画都市だと言える。クワの P105 から106絵画の場合は、遠近法がこの約束時の代表である。OECP377 約分はクワの P110 によった。クワノによる河川協調は再現していない。 マレービチは、この展覧会で40枚の作品を展示し、その構成も彼が決定している。大石 2008P380。ありがとうございます。